ハンバーグの調理手順を説明します。一度に焼ける分量は2から6個です。材料を用意します。材料は4個分です。 A として中2分の1個をみじん切りにした玉ねぎ、バター 15g、 B として合いびき肉 300g、 パン粉カップ1/4、牛乳大さじ3、溶きほぐした卵1個、塩小さじ1/2弱、胡椒ナツメグ各少々、調味料としてトマトケチャップ、ウスターソース各適量を用意します。材料 A のみじん切りにした玉ねぎとバターをレンジで加熱します。ドアを開けると電源が入ります。材料を耐熱容器に入れ、テーブルプレートの中央に置き、ドアを閉めます。手動ボタンを押し、レンジ800ワットを選びます。決定ボタンを押します。次にダイヤルを回して加熱時間を1分50秒に設定します。スタートボタンを押すと加熱が始まります。終了はメロディーでお知らせします。ドアを開け、容器を取り出し粗熱を取ります。材料 B の合いびき肉、パン粉、牛乳、溶きほぐした卵、塩、胡椒、ナツメグを加えてよく混ぜ、4等分します。手にサラダ油をつけ、おのおのを片手に数回叩きつけ、空気を抜きます。厚さ 1.5 から2センチの小判型にし、火の通りを良くし、焼き上がりの膨れを防ぐため中央をくぼませます。足を開いたグリル皿に並べます。ドアを開け、グリル皿をテーブルプレートに置き、ドアを閉めます。ダイヤルを回し、オートメニュー番号31、ハンバーグを選びます。仕上がりは中に設定されています。仕上がりを調節したいときは仕上がりボタンを押して設定します。スタートボタンを押すと加熱が始まります。終了はメロディーでお知らせします。余熱で焼き色が濃くなるため、ハンバーグをすぐに取り出します。焼きが足りない場合は手動調理のグリルに設定し、様子を見ながら焼きます。操作の手順は取扱説明書をご覧ください。ハンバーグを皿に盛り、トマトケチャップとウスターソースをよく混ぜ合わせてかけます。